音楽では絶対に売れないと言われた。私は自分自身を疑い始めた。道は二つあるような気がした。 A、 寺を継ぐことが頭をよぎった。 B、 ミュージシャンになる道。答えは A でも B でもなく C であることに気づいた。真夜中に眠った。朝4時に目が覚めた。一日10時間座禅を組んだ。音も動きも許されなかった。しかし瞑想を通して日常生活がより眩しくなった。私たちはそういうものを求めているのではないのか。自分の曲のメッセージと父が法要の時に言っていたことは同じだった。それは思い出すということ。初めて気がついた。二つの世界は一つに融合された。私はただの僧侶であり音楽が好き。人間は常に今、目の前にあるものだけに目を向けている。般若心経はこう伝えている。すべては存在しない。心の重りに別れを告げ、もう一度今日という日を歩き出す。